どうも皆さんこんこにちは向こうでございます、はい、本日につきましてはですね「溶け待ち事案」いろんなところでバン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 情報出てますのでこれギュッといろんなとこ集めて YouTuber さんとかの意見も集めて現状お伝えして私の意見も加えて話していきたいなと思いますそれではいってみましょうはいそれではやっていきたいなと思いますえっと前回の動画ですねえっとそれの概要はね カード出しておきますそちらを見てください前回ちょっとね上げるのが早すぎてあの現時点でめっちゃ遅い感じになってますね。あのー、早すぎて逆に遅いといつの情報を言ってるんですかというところであのコメントいただきましたんでこれちょっと更新しないとわけわかんない状態になりますのでちょっとね、えー、と更新していきたいなと思います。多くの ニュースとかでめちゃめちゃ取り上げられてますね。そんなニュースをぎゅっとまとめて、あとは YouTuber さんとかもあの取り上げてるその情報を、ね、全部まとめて、あのちょっとね、一つの動画に、えー、現状をね、話していきたいなと思いますね。はい。この件の、えー、情報アップデートでございます。まれ、あ、に見るね、大事件、未曾有の大事件にこれなりそうな勢いがありますので、かなりやばいかなと思っております。はい。まずはね、テレビのニュースの コーナーで言われてたんですけれどもまずは、ね、GMT GM マスターを、ね、預けた方ですねお金はあの結構振り込まれてはいたということですねこれは結構言われてますねその月を月々貸して入ってくるっていうそのお金に関しては結構ちゃんと振り込まれてたらしいんですけれども現在 GMT マスターが行方不明となっているということでございます。 あとはですね、15本とかね、2000万円分とか預けた方とかも結構おられまして、まあ、この辺はですね、本当にちょっとね、心が痛いところではないかなと思いますでここで何でこんな風にね、大量に預けたのかっていうところになるんですけれどもなんかね、はい、こちらの画像なんですけれども大々的になんかキャンペーンとかもね、やってたらしいですね年末年始キャンペーンとか言って でまあ、要はもう時計バンバンも預けてくれともうバンバン預けて預けてガン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 収集収集していうことになりますね、まあ、このキャンペーンなんですけれども、まあ、2023年11月11から2023年12月25とかってなってるんですけれども他のニュースとかを聞いてるともうこの12月とかその辺の段階で会社の所在地の 中で人の出入りがもうほぼなかったっていう話も出ておりますね。要はもう倒産するの分かっててこのキャンペーンをやったっていう可能性も今のとこ出てきております。そしてこの Amazon ギフト券プレゼントというとこであのなってるんですけれども、まあこのギフトも送られてきていないというね状態でございます。そしてえっと1ヶ月で解散を発表していると。 いう流れになってますねこの辺はねもしかしたら狙ってこのキャンペーンをやってるっていう疑惑も出てきておりますそしてですねこの辺が結構やばいんですけれどもオークションサイトに貸した時計がまあ売られているというこういう状況になりますねまあこれはねもう完全にアウトなんじゃないかなっていうとこまあただちょっとした抜け道とかはね考えてやってんじゃないかなっていう説もちょっとあるのでまあ 後から話すんですけれども、まあいろんな動画がシリアルナンバーと合併した際に同じやつが出ているという状況でございます。もうこの辺聞いた時にあこれやってんなっていうのはちょっと思いましたね。あとはですね、シリアル検索したところですね、その貸し出した時計がもう速攻他のサイトで販売されていたということですね。 なんかもう貸した瞬間売られてるっていう流れがちょっとできているようなことも言われておりましたで会社につきましては、まあ、いろんな方がね電話かけてる映像とかいろいろあるんですけれどももちろん出ないということでございますでニュースの,その番組とかでかけて出ないだけではなくこの時計マッチと関係のあった取引先 の方が電話をしても出ないといとうことでもう完全に今飛んでいるという状態になっているということでございます。あとはねちょっと細かいところにはなるんですけれどもまあホームページねまあ綺麗にそれは作りますよね。そのホームページのなんか会社の画像自体ももう全然違うっていうことで言われました。まあこれに関してはワードプレスとかそういうホームページ作成サイトのテンプレだとは思うんですけれどもまあホームページの 印象とまあ実際やってるっていうことはまあ若干違うっていうのも確認されておりますね。でその解散の際に言われてたこの六ヶ月を目安にあの返金とかするその意思があることによってこれが警察とかが動きづらい現状になっているということでございますね。まあこの辺もまあうまくやってんのかなっていうところでまあ頓置スキームじゃないのかっていう話もありますよね。まあ人類がね何百年も 克服できないこのスキームの詐欺の手法にま似ているというところで言っておきますがこの6ヶ月っていうのがもうほんと今ちょっと動きづらいっていうところになってるっていうのは聞きましたねまたね別のニュースからえっとまあ40億円とかの被害が出る可能性もあるとまあ、現在16億円分の腕時計が未返却状態にあるということでございます。で会社の、えっと 解散の際の文書において長らくのご愛嬌賜りましてっていうところがご愛嬌というふうになってたらしいんでなめてんのかなっていうところでちょっとね思いましたね、うん、漢字を間違ってるような文書間違ってるような感じで文書を出してたというところも指摘されておりましたで会社はなしでトータル600本ぐらいがですねまだ返ってきてないっていう話も出てきましたね。 でやはりこれが詐欺か詐欺じゃないかっていうところは結構大きな争点になってるらしいんですけれども、まあ、資金繰りに困ってあのちゃんと運営するつもりで時計を集めたけれどももう資金繰りに困って困ってどうしようもなくなって売ってしまったと、ね、今あのオークションサイトとかで時計が売られている状態ですけれどもその流れで売ってしまった場合はこれは業務上横領という、ね、あの罪になると。 いうことは言われておりました。これではなく、初じめから飛ぶつもりで時計を集めまくっていたのであれば、これはもう詐欺が成立するということになるらしいですね。ただ現時点ではこれなかなかねちょっと難しい状態になっているらしいので、まあ、この辺はね弁護士さんとかがあの多くね語られてたところでございます。でまたね先ほども言いましたけれども、6ヶ月で返すっていうのが言ってるから動きづらい状態だと。 いうことで,す、ね、で結構ねあの時計なんでそんなに信用して預けちゃったのかっていうところでね話されてる方おられたんですけれども、まあ、時計自体はねこれ2,000本ぐらい集まったのでこれからは貸し出しを頑張りますっていうところであの結構あのキャンペーンとかもねあのやってそういう歌い文句であの時計集めてたらしいんですけれども貸し出しの実績とかほとんどコメントとかがないらしいですね。 要は時計マッチから「時計借りました」「イエーイ」みたいな「いいですねこのサービス」みたいな「借りた側のコメントとかが」とか「X」とかなんかそういうところの発信とかはほとんど確認できてないというところでございます。でまあね蓋開けてみたらその貸した瞬間売ってたっていうのも確認されておりましたからもしかするともう時計をね借りた瞬間 販売してそこで金を作ってんじゃないのかっていう憶測もあの出てきておりますねまあ、普通に考えてですねこの月々の支払いっていうのはほとんど滞ったことがなくてで何十本も貸してる方は月何百万みたいな感じで入っては来てたらしいんですよねでも貸し出してる実績がほぼないにもかかわらずそのお金が生まれてくるっていうのであればどこで金作ってんのってなるとやっぱり 預かった時計をまそ売って何お金に変えてそこの中から出していくっていうね、まあいわゆるポンジスキームに非常に似たあの手法になってるんじゃないかなということでございます。でそのようにあちゃんと入ってくるじゃんっていうことで安心してさらに 時計を貸してしまうっていうね。まあ、よくある流れにはなるそうですよね。まあ、x 等ではね。まあ40本以上ね。預けてしまった方っていうのもね。あの、ちょっとおられてね。本当ちょっと心苦しいところであると思うんです。けれどもまあ、やはりうまくあのでき構築されたスキームによってね。うんまあ確かにね。貸すだけで月100万とか入ってちゃんと入ってくるんだったら、まあちょっとそういう動きになっちゃったっていうのもね。まあ仕方ないのかもしれません。けれども、もまあ、そういう風なあのでそういう風なね。 でかい被害もね起きているということでございますユ、えーチューバーさんなんですけれどもまああの以前もねあのコラボしていただいた、えー、腕時計の神ウルトラアストロンさんなんですけれどもあの鋭い指摘されてましたやはりねやはり鋭い指摘をね、えー、されておりましたねこれはですね時計マッチに時計を貸した人ではなく最近中古時計買った人も ワン,チャン危ないよっていう指摘でございますさすがですねこちらは確かにということで今のところ被害届とかそのシリアルによる被害届とか今まで出てなかったわけじゃないですかこの飛ぶまでねで今売られてるやつがもしかするとその時計ャーから借りた個体がもう売られてるっていうところであれば店側も全く知らない状態で販売してる可能性もあるということでこのまあ3年間ぐらいで中古時計とかを買った方 もしかかするると,とけまっちゃう個体になるのかももししれません。もしそうなってきた時に被害っていうのはさらにいろんな人に波及していく可能性があるということでございますなので皆さん買った時は大丈夫ですか僕はですね一応全部正規店で買ってますから溶けャー個体ではないというのはあれなんですけれどもそういうのもねちょっと考えれる一つのね 不安要素かなとというところで思っております、まあ、そのように考えてもですね、まあ、いろんな疑惑とかねいろんなところにね被害が出てきますよねその時計をシェアリングサービスっていうのは決して悪いものではなくて今後ね SDGs の時代でどんどんこう広めていこうって国も結構やってるような話も聞いたんですけれどもなんかそういう協会みたいなのもあってやってる中で こういう事件が起きてしまうと他のねところもね本当に大丈夫なのかみたいな感じにはなってきますよねでその他にもねちゃんとやってる時計をレンタルするようなサービスもあると思うんですけれども、まあ、その辺に関してもね、えー、っと風評被害が起こるような、まあ、クソ事件になってきているのではないかなというところで思っておりますねあとはねこの事件めちゃめちゃね取り上げられてますねえブランド買取さんですね 被害者さんとこれ連絡かなり、ね、あの詳細に取り、ねえー、動画上げられてましたね。でこのちょっと面白かったのがちょっとふざけんなって思ったのがこれ「時計マッチ」被害者の会の LINE グループみたいなのがあるらしいんですけどその上ぐらいなんか広告が出てきてそれが時計マッチの広告だったっていうね。でそこで、えー、っとシリアルナンバーをねチェックするとあの自分の時計が売られてたってもう喧嘩売ってう。 いいる以外の何物でもないっていうねどこに広告出してんだっていうとこになるんですけれどもなんかそういうのもあって、まあ、警察とかも動いてるというところでございますねあとまあ私のチャンネルにコメントも頂い,いたんですけれどもあまりにもねちょっと利回りが高すぎるというところで、まあ、デイトー預けた3年ぐらいでペイできるうん小回りまあとりあえず利回りがねめちゃめちゃ高すぎるっていうことですよねなかなか ちょっと普通では考えられないリマバリでの、まあ、貸し出しとかになってたっていうとこなんで、まあ、この辺はちょっとねある程度知識を持つ必要があるのかなというふうには思いました、まあ、この件ではですね結構あの YouTuber さんとかテレビ出てますねなんかねいろいろねすごいですねはいちょっと Y も、まあ、出れたらなとか思ったんですけどまあそれはいいとしてまあ自分のねやることをあのしっかりやっていきましょう OKOK 無形,容器無形容分とメルカリ販売中概要欄から はい、で僕の、まあちょっとねえー、考察になるんですけれども、まあ、ちょっとねこの件に関しましては結構その投資した人に対して、まあ、ちょっとね自己責任とかちょっとそんなんしてもなみたいな意見とか結構多いと思うんですよね時計を投資にしてると。ただこれ本当に逆の立場だったら地獄だと思いますのでいや本当に一刻も早くあの帰ってきて いいたただきたいですしあんまりこの投資した人をねなんか叩くっていうのはあんまりよくないんじゃないかなってちょっと僕はこの風潮はちょっとどうなのかなっていうのはちょっと思いますよねまあ人はね騙される時き騙されますからあの僕もねあの完全にあのフィッシング詐欺に引っかかったことありますからねはい本当にねタイミングがバシッて合うんですよ詐欺って警戒しててもですね本当に詐欺ってびっくりするぐらいの針の穴を通って 自分事としてて詐欺ってくるからですね。まあ明日は我が身ということなんでもうほんとねあの心が痛いと思いますけれどもちょ僕にできることがあればなんかねこうやっていきたいなというふうにも思っております、まあ、法律系はちょっとよくわかんないんですけどここまで来てちょっと言い逃れできるのかなでもできるんですかね警察がすぐ動かない ってていうことに関してはまあ現状動いてるっていう話もありますけれども買取店に出してますからね借りた時も売ってますからねシリアル番号を合わせてねそうなって言い逃れはできるのでしょうかこちらはね何なんですかねとりあえずディスプレイ用に買い取り店さんに個体を貸してたみたいなそういう話。 でで言い逃れするんでしょうかまあちょっとこの辺もよく分かりませんが、まあ、もしねこれがねあの計画的犯行でないのであれば社長さんはあのー、さっさと YouTube 動画とか一本もスマホ一台あればできるじゃないですか。ねアカウント作ってパッてあげればその気持ちは伝わりますよもし詐欺じゃないならですねこんだけ世間が騒いでる中でいまだに沈黙をね あの貫いてるのであればもうそれと言われて仕方がないと思いますよね、他も従業員何名かいたみたいなんですけれどもその人たちも全くあげないのであれば、まあ、これ初めから狙ってたんじゃないかなっていうのはちょっと言われても仕方ない状態にはなってきてるかなと思いますねやっぱりねすぐ謝るっていうのは結構大切だと思いますよ。まあ、ヒカキンさんが、ねあのー、スピード謝り、うん、謝りりすぎ説はありますけれども あれは大事ですね、うん、謝らなくてズルズル言ってる人って今ねあの現時点でもいるじゃないですかそうなってくるとわけわかんなくなりますんでもし詐欺でないのであれば初めから詐欺する可能性でやってないのであればポンジスキーマーでないのであれば謝罪動画とかあもしくはテレビのね取材受けるとかねなんかそういうふうにしないともっとでかくなってもうどんどん認定されていきますよっていう話になりますね。この辺はねあの社長さんに お願いいしたいところではありますけれどもただちょっと僕の中でこう疑問に思ったのが社長さんなんであんななであメディアに顔出した初めっからやってるのであれば顔を出すってリスクでしかないじゃないですか。ね今あの人を探してるっていう人もしかするといるかもしれませんよ被害者の中には。何であんな顔を出したのかもしかするとあの人自体も被害者なのではないのか。 ちょっとそのような憶測も出てきてるかもしれませんね。でも、なんか前の会社もこんな感じで、なんか前の会社も潰したみたいな話も聞いてるんですよね。まあ逆にそこで何か弱みを握られて、でかい組織から今回の溶けマッチ案件をですね、お前やれって言われて、やられてる被害者説っていうのも、ちょっと僕の方でね、ちょっと考察してみましたね。あんな顔出してね、やるっていうのは、 詐欺師でしたリスクでしかないので、まあ、そういう説もワンチャンあるんではないのかなと思いますね、まあ、これはですね6ヶ月待たずに何か動きがあるでしょうさすがにねちょっとね話があのでかくなりすぎておりますねまあ先ほども言いましたけれども、まあ、風評被害これはちょっとでかいですね、まあ、買い取り店もそうですし、まあ、中古そしてシェアリングエコノミーに対する挑戦的な感じになっております。 これはねあのしっかりと解決しないといけない問題ではないのでしょうか、まあ、買い取り店さんにおいてもですね警察に押収されたらその被害額は買い取り店さんにちょっと戻ってこないみたいな話も聞きましたんで、まあ、なかなかねちょっとこれは本当にいろんな憶測が。 出てくるひどい事件になりつつあるなというところでございますあとは芸能人さんがねあのええじゃないかって言ってたんですけれどもこれまあ動画絶対消した方がいいなと思ってたんですけど、まあ、消えてましたね消えてました、まあ要はまあ芸能人さんがええじゃないかっていうからいいっていうわけでもないってことですよね難しいねこういう問題は、まあ、僕もちょっと気をつけないといけないですね、まあ、最近いろんなお話いただきますけれども全てにおいてええじゃないかええじゃないか 言うててもね全然 A じゃない話もあったということでございますので、まあ、ちょっとこの辺は闇深いなというふうに思ってしまいましたそんな感じです今までのね解散から今まであったニュースをぎゅっとまとめてみましたまあほにね大きな被害が出ている、まあ、クソ事件になってきているかなというところでございますので、まあ、またねなんか情報更新ありましたらあのどんどんねシェアしていきたいなと思いますので。 ぜひ皆さんチェックの方よろしくお願いいたしますまあ、一刻も早くねあのお時計帰ってきてほしいですよねまあ、どんどん帰ってくるかもしれませんしねまあ、この辺は分かりませんがもし帰ってこない場合にはやはりえっと彼の捜索とかが必要になってくるのかなという風うに思っておりますということでえ今回はですね時計マッチのこの事案に対して まとめてみました、まあ、他の動画でハッピーロレックスな話をねいっぱいしておりましてどうやった皆さんがこのハッピーロレックス買えるかっていう話をどんどんしておりますので皆さんもしよければチャンネル登録そしていいねボタンで拡散よろしくお願いいたしますはい本日以上になります皆さんのね時計ってマジで最高なんで時計愛を持って生きていければハッピーロレックスライフ時計が刻んでくれるものだと思っております、はい、本日以上ですケオッー ではまた。